初期のベディフィアン A 無線操縦装置グラウプナーはドイツの無線操縦模型メーカーである。1930年にスタッターとワンゲンでヨハネスグラウプナーによって設立され、1953年に無線操縦式航空機と船舶模型の設計者でプロデューサーである息子のハンスが引き継ぎ、1960年代に小川正機と協力してバンケル式。 ロータリーエンジンを1980年代に電気式、モーターグライダー、エレクトローフを1990年代にタービン式ヘリコプターを発売する等、常に時代の先端を行く製品を供給し続けていた。2013年以降は関在人である大韓民国の SJ の管理下に置かれる。コントローラ MC-12 グラウプナーは1930年に シスットガルトのヨハネス・グラウプナーによって、スケールモデルの製造会社として設立された。2年後、カー・チハイムへ移転した。1935年に、最初の核空気の模型を発売して1938年に、最初の船舶模型の設計図と材料を販売した。1954年に、最初の無線操縦模型を発売した。第二次世界大戦の終結後、 ヨハネス・グラウプナーは工場の再開を許可された。再開後の最初の製品は18人の従業員と共に生産した飛行機玩具と台所用品だった。1950年に模型飛行機の設計図と付属品や建物や情景素材のような鉄道模型の付属品を発売した。さらにイギリス向けにディーゼルトラックの模型やドイツの開発した。 遠隔操作で発射するタイフン、スタンダードロケットを1952年に発売した。2年後、最初に大規模に大量生産された、ドイツ製模型用無線操縦装置を発売した。ハンス・グラウプナーは1953年に、彼の父が亡くなった後すぐに会社を発展させた。1954年に、グラウプナー GMBH は初めて、 ニュルンベルク国際番組本誌に出展した。会社の発展は続き、1962年に工場の新しい建物が建設された。アジアとの競争が増し、グラウプナーは2012年に倒産してかつて、グラウプナーに無線操縦装置を供給していた SJ 社が引き継いだ。同社は販売会社として継続する。さらに扱いやすい末材と、 ベニヤ板を加えたバルサ製の手投げ式の滑空機の組み立て式キットを1950年にすでに発売した。ウィルフリード・バイスターフェルドやカール・ハインツ・デンジンのような国際的に成功した模型飛行機は教育分野に大量に販売され、若者が航空機の生産や運用に興味を持つことを起としたものだった。1954年に グラウプナーはミュンヘンの模型用無線操縦装置製造業者のクレメ社から 27MHz の周波数帯を使用するスタンダード10、スタンダード20、スタンダード30、39の製品群を引き継いだ。トランジスタと真空管の競争が進行中で最初のグラウプナー無線操縦装置は技術的な理由により全て真空管で回路が構成されていた。 スタンダード10型送信機は市販の入手可能な電池から機械的な発信機でアノード電圧に昇圧して使用し、スタンダード20型送信機は 75V のアノード用電池を使用して、スタンダード39型ではすでに推奨発信機を備えていた。標準真空管は DL68 と DL92 の2個の受信用真空管と、 受信周波数の同調を確認するために表示用の DM70 を備えた。受信機は数年後、高周波部のみ真空管を使用して、他の増幅部にはトランジスタを使用して、軽電気による雑音電圧を改善した製品が発売された。すべてのグラウプナー製の遠隔操縦装置は、半送波を断続する調査性式増幅機で雑音電圧制御式軽電気を備えた。 無変調式多チャンネルシステムだった。1956年にグラウプナーの無線操縦装置に組み立てて、キットのティッピが追加された。1958年にハンス・シューマッハによって新設計されたトーン変調式単チャンネル送信機のシリーズのベリフィアン A とベリフィアン B がハンス・シューマッハによって開発され、同様に 推奨安定式送信機の波長11メートル帯の周波数に対応した受信機が開発された。両方の送信機とも高周波回路は電池式真空管を備え、変調用の低周波発信機の見当時、最先端だったトランジスタを使用した。ベリフィアン A 型は真空管を作動させるために必要な高電圧を得るためにこれまで使用していた機械的発信機を トランジスタインバーターに置き換え、電化版ノベリフィアン B 型では、送信機の電気式変圧器を備えず、安価ではないアノード用電池を必要としたが、低電流負荷により使用可能時間は長かった。同様に、超再生式受信機も、同様に、高周波帯域における、トランジスタの技術的な限界により、受信機内に 30V の電圧のアノード電池を必要とする。 サブミニチュア感を備えた。電力供給が好ましくない飛行機模型での部分的な真空管の使用は最初の全半導体化された無線操縦装置であるグラウプナーベイリアフォンが発売された1960年に終了した。送信機と受信機の両方は高周波対応のトランジスタが備えられ小型軽量化、信頼性向上と運用費用の削減により、 グラウプナーが遠隔操縦市場において大成功を収めることに貢献した。1962年にグルンディヒのベディフィアン工場で設計、製造されたモジュールシステムのグラウプナーベリアファン、グラウプナーベリアトンと、後のグラウプナーバリオプロップファンストザーンがご置き換えられた。拡張可能な低周波変調システムである。 バリオプロップ10は1968年に2番目のデジタルシステムとして発売された。1980年代初頭に日本で有名な日本円隔制御はグラウプナー無線システムとサーボを発売した。中央ヨーロッパの市場において JR プロポは FM の有名なパネル送信機と MC シリーズをグラウプナー、JR のブランドで展開した。最後に開発された。 MC-32 は韓国の SJ 社へ移転された。小型のアメリカ製グローエンジンの製造を手掛ける COX 社と小川製機、グラウプナーは1952年にフリーウーン、イラーでホーンのブランド名でタイフウーンを FA でディーゼルエンジンを販売した。それらは信頼性が高く、趣味用、競技用のハリケーン、高速だけでなく、 競技用のハリケーンとしても販売された。グラウプナーのエンジンはドイツ国内外の飛行競技大会で入賞した。小川製機製のエンジンはグラウプナーによって輸入され、同様に1970年に初めて発売されたフェリックス・バンケルの考案したバンケルエンジンの模型版である模型用ローターリー式エンジンの49を開発した。1959年に 模型飛行機の催し物で、フレット・ミラッケによって設計された模型では、初の電動飛行機が実演された。最初の市販のフリーフライト模型は1960年に、グラウプナーによって発売された、シレンショスである。駆動は有名なファウルハーベル社の専用の、原則歯車式電動機を備えた、高効率のコアレスモーターでこのモーターがあったからこそ、 低出力の当時の電源で飛行が可能になった。対空時間は電動機のカフカにより制限された。最初の無線操縦電動機模型用のモジュラーシステムは1973年に発売された。1970年代にオーストリア事務所と同様にスイスに事務所を置きバルサ材製造のためにエクアドルに子会社を設立した。グラウプナーは 全世界に2000のディーラーに供給した。2007年におよそ4000万ユーロユーロの売り上げだった。輸出比率は50%以上だった。創業者の息子のハンス・グラウプナーは2010年に81歳で亡くなった。2012年12月にグラウプナーベ・タイリガンガン GMBH は S リンゲン地方裁判所に破産手続きを申請した。S リンゲン地方裁判所は 保全手続きを開始した。2013年2月12日に管理下に置かれた。目標である3月までに3ヶ月の保全処理中に、会社の再編を完了し、破産を回避するために、管理に応じた。これは2013年2月22日までの努力にも、かかわらず失敗した。2013年3月初頭に、グラウプナーは、商標券を充電器やサーボ等無線操縦装置の 主要な供給会社である大韓民国の SJ 社へ上渡した。従業員の1、3のみが新会社のグラウプナー、SJ に引き継がれた。カーチハイムの製造施設は完全に閉鎖され販売と顧客への対応のみになる。ありがとうございます。